今日は千葉県の袖ヶ浦海浜公園にやってきました。これからあんこにと一緒に散歩をしてみたいと思います。千葉県袖ヶ浦市にある袖ヶ浦海浜公園はあんこに家がある川崎市からはアクアラインを渡ってすぐで、三井アウトレットパーク木更津のすぐ近くです。あんこに家はディスク大会で何度か遊びに来たことがあります。袖ヶ浦海浜公園は何があるわけじゃないんですけど、芝生の大きな広場がワンちゃんも遊ぶことができます。ただリードはつけておかないといけません。このような形で非常に広い芝生のグラウンドがあります。これ一つ目で、もう一つ向こうの方にもう一個のグラウンドもあります。ここは海に面しているので、もう風が強くてですね、ディスク大会の時はもう風にやられて、いつもディスクがヘロヘロになってしまうという難しい会場です。公園内を歩いていくと展望塔が見えてきました。これなんだ、これ展望台？犬禁止かな。ここは何でしょう、読めません。じゃあちょっと行ってみましょうか。路上駐車はおやめくださいですが、犬禁止とは書いてないのでちょっと行ってみましょう。疲れた疲れたと連呼して登っています。あ、結構高い。ここだ。展望塔の頂上までやってきましたが、息が上がってコメントできず。おお、あ、向こうには富士山も見えております。おそらくちょっと GoPro の画質では多分これ映ってないんじゃない、わかんないけど、このちっちゃい画面では映ってるかどうかが判別できません。こっちゃんたちは特に興味がない感じで、とりあえず待てると言ってきております。いや、はい、よしよし、はい、こっちゃんをなでて、こっちゃん、こにちゃんをなでると、こいつがあんちゃんをなでるとうるさいので、こっちゃん、こっちゃんおいで、はい、おいで、おいで、えい、こ、えい、こ、もう、こっちゃん、こっちゃん、こっちゃんいい子、こっちゃんいい子、こっちゃんいい子、こっちゃん、こっちゃんいい、こっちゃん、こっちゃん、この展望台の上で揉め事が、展望塔を降りて海沿いの道に向かいます。ヤシの木が南国の雰囲気を醸し出しておりますが、いやー、ほんと今日は気持ちがいいね、この天気、うん、駐車場を抜けて公園の入り口に行くと、この袖ヶ浦海浜公園の入り口のところちょうど反対側に千葉フォルニアがございます。千葉フォルニアとは袖ヶ浦海浜公園前の直線道路の海に面した緑地帯に一直線にヤシの木が植えられている様子がカリフォルニアを連想させるとして、車やバイクを入れて写真を撮るとインスタ映えすると言われている場所です。まさにカリフォルニアを彷彿とさせる場所であります。
ここは、車の、プロモーション画像でよく登場する場所であります。データ自衛官、ね、自衛官千葉フォルニアのいい感じの雰囲気をぶち壊すあんこにけでした。最後はボツにしようとした動画です。千葉フォルニアは全長 2km にわたってこの袖ヶ浦海浜公園につながる道路沿いにヤシの木が植えてあるところであります。ありますって言うなって言われた。今回はあんこに家のおすすめする穴場お散歩スポットということで袖ヶ浦海浜公園をご紹介しました。ディスクドッグのイベントがあるときは大にぎわいになるこの公園も普段の日はとても静かでお散歩に最適です。アウトレットパーク木更津に遊びに行ったついでに寄られてはいかがでしょうか。ちょっと待って、これ